はい、毎度さやばだけです。皆さんおはようございます。本日もねご視聴いただきましてありがとうございます。本日もねまた前回に続きましてじゃがいもなんですけれども、ちょっとね最初前半の方は、先週先々週とねあげてたとろけたやつが、まあ見ていただいた通りねどうなってるかっていうのをちょっとちらっと見ていただくのと、あとねちょっとメトカチコガネがやっと出てきましたんで、ちょっとそのね目出しと、の動画を撮っていきたいと思いますんでね、ぜひよかったらね見てください。それではやっていきます。はい、でね、はい、先日ねこの目出ししたところなんですけど、はい、1週間でねもうこんなに生えてきました。2週間前のねとろけてる状態のやつとの写真がこちらになります。ね、2週間前こんなやつが1週間でまたね先日あげたやつがこの写真になります。で2週間経ったらこんな感じになります。はい、ね、十分も全然何の問題もないでしょう。はい、どれも別に枯れてませんのでね、はい、何の問題もありません。はい、この辺がねこれ多分また芽が出てきているので一応出しておいてやります。ちょっとね遅めに目覚めた、ちょっとねボケたやつがおるんで、もうやや虫に食われてますね。なんでやろ、まあそら虫も出るわな。あったかくなってきてますしね。はい、それでですね、はい、やっとトカチコーネがねこのように出てきました。はい、はい、大阪でもですねやってるんですけど、やっとね大阪のも出てきてたんで、そろそろこっちのも出てきてるかなと思ってましたんでね、やっと出てきてくれたかなというような印象です。はい、よいしょよいしょ。これちぎるんいいな、ちぎるやり方いいな、どっちでもいいけど結構しっかり出てきてますね。やっぱこのトカチカゴネという品種は遅いんでね、出るのがしばしゆっくり待つというしかないんでしょうね。初めてなんですけど、その代わりこのジャガイモの特徴は緑化がしにくいので保存しやすいっていうのがねあるみたいなんですね。まあ、大体ほとんど芽が出してるんじゃないかな。あ、ここもか、この辺にもあったはずなんですけどね、まだこの辺の子は目覚めてない感じですけど、この頃もねもう、あ、十分来週再来週になってきたら大きくなってくると思います。これが2週間前に芽出しして出てきたやつです。でこれが先週やったやつですね。はい、でこれがね不思議とまた変わってきますんでね。はい、で同じじゃがいもでもこういう風にね同じ日に植えても緑化しにくいやつと、要は保存性が高くて緑化しにくいやつと、緑化しやすい芽出しがしやすいものとあります。例えばですけど、このアンデスとかこのインカとかこの辺りは、もうね十分大きくなってるじゃないですか。こういうのはね芽出しもしやすい、芽出しっていうか芽が出やすいっていうのと、要は保存性が低いのですぐ、緑になって緑化してしまうんですね。はい、ですんで、ちょっとこれ僕もねインカの瞳っていうやつ初めてなんですけど、インカの誉れとか、なんかインカのなんてインカ系がいっぱいあるんですけどね、ちょっとこれ初めてです。どっちでも全部ねすごくいい感じに出てるんじゃないかなと思ったりはしますね。ちょっ
となんか茎が細いような気もしますけど、こういう品種なのかね、なんか失敗しているのかちょっと分かりませんけど、はい、ちょっとねこのさやかという品種とあのトカチコガネという品種は出てくるのが遅いですね。その代わり緑化もしにくいし保存性が高いんで、しばらくの間ね食べることを楽しめるんですね。でこの中間にあるのがこのシンシアっていうのと、ここにある、はい、シェリーっていうね、このシェリーとシンシアはちょうど中間ぐらいになると思いますね。いつもねあの男爵とか、メイクインとかねその辺やってるんですけど、今年は一切そういうのはやってないですね。だからこのシンシアっていうのとこのシェリーはねフランスの品種なんですけど、まああの保存性もまあそこそこ良くっていう感じですね。だからまあ順々にこのねインカとかアンデスみたいに保存性の低いものから食べていっていう風にね今年はできたらなっていうのはまあ一応理想としては思っています。はい。でねここはもうマルチを今張ってまして、ここにねトウモロコシを植えたいと思っています。なかなかちょっとね下から草がすごいんでね何とも言えないんですけど、去年ねここでトウモロコシもやってますんでね、また今年もやっていきたいなと思います。昨日だいぶ雨やったんでね、一応もうマルチだけしてしようかなと思います。はい、とりあえずね今日の動画はそんなところです。それではね本日もご視聴いただきましてありがとうございます。それではご視聴いただきましてありがとうございます。バイバイ。じゃあありがとうございます。よろしくね。キンタンカ、これ。